どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人、エルザです。今回は最近復刻されたカフカを使って遊んでいきたいと思います。まあ、カフカの編成ってね、持続キャラを育てるのが結構難しいところありますからね。ブラックサーンも必要ですし、ルアン、ホホといった星5キャラが欲しいところになります。結構ね、キャラを集めるだけでも大変なところかなと思いますし、しかもレイさんの登場で流行りは超激や編成となっています。ということで今回は持続編成を揃えるのがめんどくさい人向けにカフカの新しい採用枠を見つけてきました。それがこちらです。はい、カフカ入りの超激派編成ですね。はい、ということでね、まあホタルを使えばいいんじゃないかっていうのはそれは置いといて、まあ今回はこちらの超激派編成でカフカを使っていきたいと思います。まあまさかのね、カフカをメインに使ってやろうという編成ですが、しかもね、持続キャラというところもありますので、撃破特攻と相性の問題とかも出てきます。まあ、あまり必要性がないところだったりしますがね。まあ、ただ、超撃破編成となれば、その撃破特攻も使い回しができるようになりますので、そこも狙ってやっていきたいと思います。また、カフカ自身に関しては、作陣時は20と普通程度となっています。広範囲に攻撃ができるので、意外と総ダメージは稼げるかなと思いますが、どれくらい出るかっていうのを楽しみにやっていきたいと思います。まあ、今回もともとねこのサポートのキャラが強いところがありますので、それなりに火力は出せるんじゃないかと思います。ただカフカとねどれくらい相性がいいのかっていうのを見てもらえればと思います。それでは早速やっていきたいところですが、今回は弱点が重要になりますので、試し切りに裏庭11のジェパード君と戦ってみたいと思います。はい、ということでやってきました。早速ねジェパード君とやっていきたいと思います。今回弱点が炎と雷があるっていうことなんで、それなりに戦いやすいかなっていうところです。じゃあ早速ねやっていきましょうか。いやー楽しみだな。どれくらいダメージ出るかっていうところなんだよね。早速攻撃受けてルアンが溜まりそうと、まあ通常のこの状態で削ってみますか。ダメージ的にはまあ撃破で8000ぐらい出るような感じだね。まあまあ普通ぐらいのダメージかなと思う。まあ問題はね、超撃破が発動してからなんでね。そしたら、どんどん削っていきましょう。あ、発動して、で、ルワンで削って、落ち着いて、命の花びらいずれ、風に吹き落とされる。さあちょっとターンが来たらね見てみましょうか。さあとりあえず一番右の敵が弱点撃破できそうなので、そこにダメージ注目したいなと思います。撃破特攻に関しては350ですねなんだかんだなんだかんだ上がりまくるっていうね。いやこれはいいね。ゆだめに関しては48上がってて、で全体性貫通もゲットしてる。で弱点撃破効率予言の音で 50% ハトで 56 マックダンスでプラス30とすんごい、もう撃破特攻の文字が大量にある。いやこれはすごいね。じゃあダメージ見てみましょう。お別れの時間よ。全体で25万 IT ダメージ出たね。でも感電のダメージもそれなりに高いんで、結構いいダメージが出てるなちょっとね他のキャラもダメージ出るからちょっとかすんじゃう。じゃあスキル使ってみましょうか。わあ超撃波9万。あー超撃波やっぱ強いね。これはやっぱ強いわ。さあどんどん削っていきましょうか。これジェパードが来た時楽しみだね。どれくらいダメージ出るかなってところだね。あーでもやっぱレーザーとかで16番出るか、やっぱ強いねこの編成はね。さあさあガンガンやっていきましょう。でそれを超える調和主人公ということでね、カフカのダメージがかすむからやめてほしいところではあるんだけど、まあ全体的にはダメージ20万近くをポンポン出せるような編成になってるってところだね。じゃあもっと削っていきましょう。でこの状態でどんどん発動して、それなりにダメージは出てるっていうところだね。
そうだね、こうなるとね、炎属性弱点がいないんでダメージは落ちるんだけど、なんとかカフカに頑張ってもらうところになるかな。さあ削っていきましょう。11万、いいダメージ出るね。さあここで始末しきりたいところはあったけど、惜しいね。8万ぐらいか。いやでも十分かな、ここまでダメージ出れば。じゃあ最後ね、主人公に出してもらおう。はい、ということで、まあ裏には11無事クリアと、まあ28ラウンドっていうとこだったね。まあこの辺りはね、やっぱそれなりに火力が出てるなっていう感じはするかな。じゃあいい感じにね、できたので本番行きましょうか。本番に行きたいと思います。はい、ということで本番行きましょう。今回は隙をつく先導者を相手にやっていきたいと思います。まあこちらね、弱点撃破された後ダメージが上がったりとか行動チェーンがありますので、そこをねうまく使ってやっていきたいなと思います。まあ、撃破特攻もアップするので、ね、どれくらい火力が出るかっていうのは楽しみなところですね。ちなみになんですが、末尾の幻影、参考としてホタルの編成の場合だいたい1492ぐらいは出てました。じゃあ持続編成の最適だったらってことなんですけど、1360だったので、まあ、その数値を超えてかつホタルの編成に近ければ大成功なんじゃないかというところでやっていきたいと思います。なかなかね、1400台出るっていい数値ですからね。やっちゃいましょう。あー楽しみだな。ただね、スキルの使い方でだいぶ変わると思うんだよね。はい、じゃあやっていきましょう。さあ早速出てきて、まあ、ルアンを使っとこうかね。とりあえず炎と雷が弱点もついてるんで、ここをうまくついていきたい。あとはね、ロマ主人公が発動できてからというか、超撃波ができてからが本番なんでね。ああ準備が一つ目整った。でこっから、まあ、削るか。いいね、追撃で5万入るんだ。追撃5万もうわけわかんないもんな。削って、でこの後カフカ使っていこうか。はい、ということで現在のステータス見てみたいと思います。378、まあ撃破特攻さっきのね裏庭とあまり変わらないような感じにはなってるね。ただ相手の方に放水がついてるんで、受ける弱点撃破ダメージが22となってます。結構この辺りがね強いよね。じゃあダメージ見てみましょう。ただね、そんなに期待できるほどじゃないんじゃないかなと思うんだけど、出なかったね。まあ弱点撃破してないんでね、まあまあまあこの辺りはまあこれぐらいが普通、弱点撃破しないとこのぐらいのダメージっていうのをして見ておいてからのだね。よしよし、そうね、気が早かったね。だいぶ気が早かったんでね。ここは見たいね。あ、ただ回復はちょうどできる感じかな。そう削って、あ、これは多分スキル使っておいてだな。はい、いやでも超主人公の回転率もほんといいよね、この編成ね。使ってて楽しいよね。さあルアンも溜まった。必殺技使って全体性貫通アップ。あ、この状態でもうやっちゃいましょうか。先にね削っておいた方がいいんでね。ちなみに今回の状況としては344、ちょっと下がってるけどね、まあ、全体やるんでダメージは出るんじゃないかと。24万、まあ、弱点撃破分がちょっと入ってって感じかな。じゃあ削って、まあ、さらに追い打ちして、こっちがダメージ出てるね。
やっぱレイサ強いね。チェックメイト。あ、この状態で24万出た。おお、ダメージ出たね。これは楽しい。おい、さらにで叩いておいて、お、追撃で9万だって。すごい、これは楽しい。で追撃してもらって、いや、それで17万出るとね、かすむのよね。さあ、でも超撃破で20万出たね。いいね。これちょっと主人公にね、もう削り切ってもらおう。よしよしよし。いやー、めちゃくちゃ楽しいね。これ楽しいわ。さあ、この状態から一旦使っといて、いやー、いいね。各家で20万出てるっていうのが単純に気持ちよすぎる。じゃあここも人生削りをね、優先して使っていきましょうか。まあ、最後は3万。まあ、全体に対してね、持続ダメージが一切ないんで、そう考えると、十分出てるよね。ここでさらに、追い打ちかけて、さらに1、2体ぐらいいけるんじゃないかな。おい、強っ何してんだよ。これ、レンさんの動画になっちゃったじゃん。はい。まあでもね、超撃破で7万とか安定して出せるのはやっぱ強いかな。いい感じ。さあ、ここからさらに削っていきたいけど、これカフカの必殺技使いどころ悩むな。研究の価値あり。本質は同じ。匂いますね。で削ってカフカでドーンって削って、そうだね、とりあえずだな。そう、40万出しちゃった。さあ、ここから24万。いや、でも単体でも出るの楽しいな。これは楽しい。いやー、強いわ。でも必殺も24万だね。倍率的やっぱ同じぐらいなんだね。それがね、かすむぐらいの主人公のダメージが出ちゃったね。それは困ったなぁ。まあ、叩いとこう。もう追撃で7万出て。これ、レイサが叩くと、おぉ、1632。おー、なかなかいい数値出た。ホタルが1492で、持続編成が1360で、多分うまく、はまって、めちゃくちゃいい数字が出たね。いやー、これはすごいわ。はい、ということで、末日の後半戦いかがでしたでしょうか。いやー、思ったより強かったで、ね、なんだかんだダメージ出てめちゃくちゃ楽しかったです。まあ、撃破編成が強いのか、超撃破が強いのかみたいな話はあるんですが、まあ、超撃破のメンバーがね、なかなか強いんじゃないかなと思います。では、ここら辺でね、ステータスの話もしていきたいなと思うんですが、まず、ステータスに関しては、撃破特攻143です。こちらに関してなんですけど、戦闘中のバフで200ぐらい上がるんですよね。まあ、それで340超えたりとかしてて、いいダメージが出るっていうところになってます。その代わり攻撃力だったりとかは低めになってますので、この辺りの厳選ではかなり変わってくるのかなと思います。まあ、ただ超撃破にはそこ関係ないんでね、撃破特攻が漏れれば一番いいのかなと思います。で、後援戦に関しては待つのみです。こちらの方がいいですね。単純にダメージが上がるっていうところがあるので、これは最適でしたね。めちゃくちゃ良かったです。他の後援戦も試したんですけど、結果待つのみがダメージが一番出たなっていうところでした。続いて、奇跡に関してですが、全部10ではないです。一応、レベル1低いぐらいの状態ですね。もう、これでも先ほどのダメージは出せるってところです。作陣地のダメージが大事なんで、そこまで気にしなくてもいいのかなと。まあ、でも、8とか9まであると、あれぐらいのダメージは出るかなと思います。では、最後、異物に関してですが、今回は弱点撃破をメインとして考えていたので、
豪華の連動と光害を入れています。なるべく炎とか雷弱点をついてダメージが出せるようにっていうのでこちらにしてます。もしかしたらね他のでもいいのかなというところです。まず頭に関しては撃破特攻 12% 持ったものを入れてます。腕に関してはこちらも撃破特攻ですね。で胴体に関しては今回撃破特攻優先するために HP にしてます。まあ、体験面の確保もできるので結構ありがたいとこですね。あと速度も欲しいので速度も優先してます。で続いて靴に関しては速度靴にして撃破特攻を少しでも盛るようにしてます。なかなかここがね盛りきれなかったところかなというとこですね。で続いてが攻撃ですね。弾に関しては攻撃でやっています。会心率ダメが高くて撃破もあったんでこちらにしました。で最後撃破特攻で速度グッズというところです。なかなかいいのが揃ってたんでね、まあ、もちろんこちらに関してはねブートヒルから分取ってきたんである意味ブートヒルさんのおかげさまでもあるんですけどね、この辺りはだいぶ強かったなと思います。ただこのステータスで衝撃波のダメージが出せるっていうところではめちゃくちゃ強いなと思いますね。ちなみに持続編成の使い勝手とかその辺りで話をすると、まあ、もちろん持続編成の方が強いんですけどメンバーを揃えるのが難しいっていう方もいると思いますので、まあ、お遊び的な編成にはなりますが、ホタルも持ってなくて、でもカフカは持ってるけど、超撃破編成は揃ってるって方に対して、まあ、使えるのではないかと。個人的にはね、だいぶこの編成ハマりそうです。持続編成は強いっちゃ強いんだけど、いろんな編成で遊びたいっていうのがもちろんあるんで、超撃破編成で、雷弱点ならワンチャンこの編成でいけるかなとか思ってるのでまたね更新とかそろそろ近い段階であるので忘却の庭とかも雷弱点とか来れば試してやってみたいなと思います。ということで皆さんご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。